どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムで遊んでいきたいと思います。今日私、ラブラーさん眺望台にいます。ここからいろいろやってススキキ雪原眺望台に行って解放しマップを登録するまでをやっていきたいと思います。今日ごめんなさい、ゾナウギアの翼を使っていこうかと思います。ちょっと場所が遠いので、でまずは今回、その翼をゲットするところからやっていきたいと思います。今私持っているんですけど、持っていない方もいらっしゃいますので、でこの始まりの大地のグタンバチの祠の近くにあるこのゾナウギア製造機のところで翼ゲットできます。実際ゲットしていきたいと思いますので、この祠にワープします。はい、ワープしてきました。で目的地、製造機はあれですね、あそこまで行ってみたいと思います。まず右手側を見てください。あそこまで行きます。でここで通れルーフで、こちら側行きます。でここで、飛びます。はい、でここでこの例えばゴーレムの角を2個ぐらい持って入れてあげると翼が出てくるんじゃないかなと思いますけど、あとは運次第ですね。どうでしょうか。はい、翼ですね。翼ゲットいたしました。扇風機もゲットいたしました。はい、というわけで、翼ゲットいたしましたので、このラブラーさん眺望台に戻ってみたいと思います。はい、戻ってきました。ラブラーさん眺望台となっております。すいません、寄り道して朝の時間帯にしております。ではここからまずは飛んでみたいと思います。で、飛びましたらてっぺんのところでですね、パラセールを開いてください。で開いたら、あれ、あそこに行ってください。あれですよ、この中浮いてる岩なんですけれども、これに着地します。はい、着地いたしました。で、そしたらこう景色をこう周りをこう見てですね、積乱雲がある場所があるんですよ。積乱雲どれだ、あったあった、あれっすね、あれあれに向かって翼を飛ばしていくんですけれども、まずはこう翼をポーチから出します。はい、出しましたら、はい、ウルトラハンドにしてですね、持ちます。で、とにかくできるだけ上に持った後、できるだけ奥側に持っていき、今度はまたできるだけ手前側に持っていって、下の方に下ろします。これ大事です。ね、なぜかというと、この後に、戻れ子をかけてですね、で乗ってですね、できるだけ高くてできるだけ前に進ませるという工程が、発生するからです。はい、でここの状態で解除、そうするとこういうふうに前に進めるというふうな形になっております。で、あの積乱雲の方に向かっていってください。で積乱雲の右寄りですかね、あそこら辺っていう感じですね。もうごめんなさい、ここら辺なんとなくです。でちょっとずつちょっと微調整をしてくださいね。でちょっとね、こう気温が低くなってきてダメージを食らいそうになりましたら、防寒着か、こういうふうにね、プリカラ炒めポカポカとかを食べてください。はい、これで7分ほど私は OK になりました。さあ行きましょう。はい、こんなふうに、光ってきて限界まで来るんですけれども、あれです。あれが目的の眺望台となっております。で、限界まで乗っておいてください。限界まで乗ったら、これパラセールを開く。で、ちょっと開くのが早すぎた。この辺かな。で、できるだけですね、こう左手方向、今の状態で左手方向が、高度として高いとか山な状態になりますので、山にいる状態。
っていうんですかね、まあ、高い位置に着地できる状態といった方がいいですかね、そういう状態になりますので高い位置のところに着地してください。はい、着地いたしました。あとは高い位置からこうですね下っていくだけです。下っていき、まあ、飛んだりもしていいですね。はい、じゃあそこまで飛んでいきます。レッツゴー。はい、筒聞き雪原眺望台となっております。はい、これ開きます。調べます。はい、さらにこう調べます。はい、地上周辺マップを登録しました。で、空の周辺マップも登録しましたというふうな形になっております。はい、というわけで、見事、眺望台開放いたしましてマップを登録いたしましたので今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。